俺の名前は、須磨優太。38歳。企業の総務部で働く会社員だ。ちなみに独身で、彼女もいない。38歳。順調に仕事をしていれば、昇進する年頃だ。現に総務部の課長は40歳で、俺の2年先輩になる。昇進する機会は何度もあったが、辞退をし続けていた。なので、30代後半でも役職もない平社員である。だが俺はこの生活が満足だった。すまん。砂原はどこに行った？今は指導中のはずだろ。すみません、課長。砂原はトイレに行ったきり戻ってきません。またか。前も同じ口実で、砂原は須磨の指導を無視した。一度厳しく叱らないとダメだな。申し訳ございません。課長にまでご迷惑をおかけして。23歳の後輩社員砂原に侮られている。まあ、課長と大して年齢も違わないのに、役職もない俺が指導係では若者に侮られるのも当然だ。須磨が謝る必要はない。先輩の指導を無視している砂原が悪いんだ。まったく、最近の若いもんは。課長、ベタなセリフはやめてください。おじさんみたいですよ。俺の兄も課長と同い年ですが、似たようなことを言います。40歳は立派なおじさんだ。須磨は少し穏やかすぎる。砂原にビシッと叱ってやれ。あんまり厳しくはしたくなくて、砂原くんに避けられる俺にも責任があります。須磨が強く出ないから、砂原は調子に乗る。どんな理由でも仕事を放棄するのは社会人として問題だ。課長が憤っていると、砂原がしれっと戻ってきた。トイレにしては長すぎる。大方、スマホでも見ていたのだろう。砂原くん、お帰りなさい。さっきの説明の続きからでいいかな。あと5分で昼なので、後でがいいです。どうせスマさんは暇でしょう。砂原、先輩の指導を投げ出して何してた？スマだって仕事があるんだ。研修はきちんと受けなさい。須磨さんにもお仕事があったんですね。びっくりです。てっきり38歳の窓際社員だと思ってました。言葉に気をつけろ。須磨は国立の難関大学を優秀な成績で卒業して入社した。後輩でも群を抜いて仕事ができたんだ。課長、学歴なんて仕事では意味ないですよ。仕事だって別に群を抜いてたわけではないです。謙遜するな。役職はなくても、須磨が非常に優秀なのは承知の事実。もう少し積極的に自分をアピールしろ。学歴あって優秀なら、とっくに課長を追い抜いて出世してますよね。須磨さんって、別の部署で何て呼ばれてるか知ってます？総務部の置物って前に言われたような。そんなことを言われて笑われてるのに悔しがらないで笑顔なんてプライドもないんですね。そんな人に指導されたくない。砂原、他の部署が何を言っても須磨は総務には欠かせない人材だ。仕事を教えるのも須磨が一番うまい。断じて置物ではないぞ。課長、そんな熱くならないで。置物ならまだいいですよ。不燃ゴミとかだと少し傷つきますが。置物は邪魔なら不燃です。とにかく須磨さんに仕事を教わりたくないです。別の人にしてください。それだけ言い放つと、砂原はランチに出てしまった。俺も空腹なので、お弁当を食べようとしたら、課長が叫んだ。あれだけ若造に侮辱されてから、
何事もなく弁当を食べるな。しかも重箱に入った豪華なお弁当を。すみません。課長も砂原くんの件は少し忘れて、お昼にしませんか。空腹だと余計にイライラしますよ。本来なら、スマが一番怒ってもいいんだぞ。それにしても美味しそうな弁当だな。スマって一人暮らしだろう。はい。両親と兄は近所に住んでますが、お弁当は実家の母が作ってます。そうなのか。優しいお母さんだな。うちの嫁さんは毎日弁当を作るのは面倒だと言い切った。子供が遠足とかの時しか作らない。お子さんって小学生ですよね。前に入学式の写真は見せてもらったことがあります。もう6年生だ。思春期なのか生意気でな。子供だから多めに見るが、篠原の生意気な態度は23歳にしては子供で困ったもんだ。俺はすっかり嫌われましたから。砂原くんのためにも指導係を降りた方がいいですかね。いや、スマには何の問題もないから指導を続けてくれ。砂原の態度が問題なのは明白だ。しかし、嫌いな先輩に教わっても砂原くんは仕事を覚えないのでは。弁当を課長にお裾分けしながら相談していると、ランチに出ていた篠原が帰ってきた。お着物が一丁前に弁当を食べてる。お帰り篠原くん。たくさんあるから食べる。いらないです。ランチしたばかりなので。無駄に豪華な弁当ですね。これはすまのお母さんが心を込めて作った弁当だ。このクリームコロッケは最高だな。料理上手なお母さんだ。実は豪華弁当を毎日作っているのは母ではない。だがそれを説明するのも複雑なので、俺は曖昧に笑っておいた。毎日は大変だからって遠慮はしてるんですが、重箱に詰められると食べきれないし、38にもなってお母さんに弁当を作らせるなんてみっともない。せっせと作る親も過保護ですね。人のご家庭のことを悪く言うな。そういう人を見下した姿勢は良くないぞ。38歳で役職もなく、毎日お母さんにお弁当を作ってもらってる先輩社員、見下すなって言う方が無理です。篠原は自分が同じことを言われたらどう思うかを考えろ。浅はかな他人へのあざけりは自分をみっともなく見せるものだ。スマさんが本当に優秀な先輩だったら見下しませんよ。課長は単にスマさんを買いかぶっているのでは。面倒そうに机に戻ろうとする砂原に俺は声をかけた。砂原くん、嫌だろうけど教える箇所がまだ残ってるから午後は続きをするよ。わかりました。面倒なので手早く済ませてください。こら、スマだって他に仕事があるんだよ。教えてもらってる立場で面倒がるな。こんな調子で砂原は俺に対して気を許してくれない。指導を聞いていても嫌そうにしている。仕事の手順は覚えてくれるので助かるんですが、いくら仕事を覚えても砂原の態度はいずれ問題になる。叱っても効果がない。部長からも今のうちに教育しろと言われてしまった。俺の責任もあります。彼の生意気な言動を叱らず流してしまった。どうにも叱るのが苦手なので。まあ、スマが応用に許すから、篠原が増長してしまった感はある。厳しくするべきだな。課長、俺の兄が言ってました。若い子の考えを単に生意気だって否定せずに話を聞いてやれって。俺の兄の時雄は親の仕事を引き継いでいる。
その関係で若い部下と接する機会が俺よりも多かった。砂原くんにも彼なりの理由があって俺を見下します。それを一概に責めるだけでは彼が意固地になるだけです。要はお互いにもっと相手を知る時間が必要か。最近は職場の飲み会を嫌がる社員も多いが、三人で飲み会でもするか。いいですね。俺、若い子が好きな店とか知らないんで、砂原くんの好きな店で飲もうって誘ってみますか。そんな経緯で砂原に飲み会をしようと誘ったが、予想通り嫌がられた。なんでプライベートまで須磨さんと課長と酒を飲まないとダメなんですか？絶対に嫌なんですけど。だよね。俺あんまり飲みに行かないから流行りのおしゃれな店とか知りたくて。そんなもの勝手に調べてください。須磨さんと酒飲んでも楽しくないです。そこまでストレートに拒絶するなよ。飲み会を強制はアウトだが、砂原と須磨は一度腹を割って話すべきだ。別に話したくないです。話したところで須磨さんを見直すきっかけができるとは思えないので。そっぽを向く砂原に課長は息を吐いたが、俺は話題を変えた。課長、それよりご家族ですき焼きとかしますか？実家から牛肉をもらったんですが、一人だと食べきれなくて。よろしければ牛肉セットをもらってくださいと課長に頼んだら、無視していた砂原が唐突に口を開いた。飲み会の件ですが、須磨さんの自宅なら行ってもいいです。俺の家、別に会社から遠くないからいいけど。砂原、急に押しかけても迷惑だ。どうして須磨の自宅に行きたがる？いかにもしょぼそうで興味があります。絶対にオートロックとかなさそう。どうやら冴えない俺の自宅を見て笑いたいようだった。びっくりさせる可能性があるが仕方ない。手狭な家だけど歓迎するよ。三人いればすき焼きも食べられるし。こうして就業後に俺は砂原と課長を連れて自宅へと案内した。会社から電車で30分かからない閑静な住宅街。最寄り駅から徒歩5分の立地に俺の自宅はある。この辺って最近は若いヤクザが金品を奪うって噂があるんです。警察がパトロールしていて。立派な邸宅が多いからな。まさか須磨の家がこんな場所にあるなんて。ご家族も近所だろ？両親と兄は俺の家から徒歩10分の場所に住んでます。近いんですよ。ここって高級住宅街ですよね。本当に須磨さんの家があるんですか？一応あるよ。それより砂原くん、前から人が歩いてくるから気をつけてね。前方から砂原と年齢が近そうな男が歩いてくる。なんとなく不穏な感じがして警戒していたら、男は不自然な動作で砂原に激突した。うわっ、痛い。急にぶつかってきた。砂原が驚いていると、柄の悪そうな男は大声で威嚇してきた。えってな。おい兄ちゃん、ヤクザの野崎に激突して謝らないとは、いい覚悟だな。治療費をよこせ。ヤクザ？でもぶつかったのはあなたですよ。治療費必要ないくらい元気じゃないですか。黙れガキ。俺はこの辺を島にしてるヤクザ組織のもんだ。逆らうならボコボコにするぞ。野崎は荒っぽく砂原を押さえつけて金銭を要求している。課長が警察に通報しようとしたら、野崎が怒鳴った。ジジイ、金出せ。このガキをフルボッコにするぞ。まずいな。下手に通報したら砂原が危険だ。
刃物でも持っていたら命取りになる。課長が砂原を解放するのを条件に、財布からお金を出そうとしたので、俺は止めた。ヤクザの野崎さんでしたっけ？今手持ちが、家に案内しろ。それまでこのガキは人質だ。わかりました。絶対に彼に危害を加えるな。それを約束するなら、家に案内してやる。口調が普段と変わった俺に、砂原も課長も驚いているが、こうなったらやむを得ない。おい野崎、砂原くんと課長に何かしたら、お前がフルボッコだ。でかい口叩くな。おっさん、家はどこだよ。もう着いた。インターホンを鳴らすから待ってろ。立派な豪邸のインターホンを押した俺に、野崎は驚愕している。門が開いて、奥から黒服の集団が、颯爽と整列した。若、お帰りなさいませ。すき焼きの準備は万端です。でも、春菊を買い忘れたんで、急いでスーパーに行ってきます。百瀬、スーパーはもう閉店してるぞ。そうでした、若。この百瀬、すき焼きを用意してて春菊を忘れるなんて、お客様も来るのに、どじっこですみません。百瀬が土下座すると、他の黒服たちも土下座して、俺に詫びている。野崎はその光景をポカンと見ていた。え、この黒服たちのバッチ、まさかヤクザの。自称ヤクザ野崎は、自分がとんでもない奴に因縁をつけたと悟ったようだ。解放された砂原や課長もあっけに取られている。この豪邸が須磨さんの家？この人たちはお手伝いさんですか？そうだよ。いかついけどみんな優しいから。砂原くん、怪我はない。危険に巻き込んでごめんね。この野崎ってチンピラが、黒服のお手伝いさんをヤクザって言ったような。どうやら課長には状況を見破られたようだ。もっともバッジをつけた黒服を見て、お手伝いさんと勘違いする砂原は、鈍感すぎる。説明は後でにします。百瀬、春菊は実家に連絡して持ってきてもらえ。時お兄さんに相談したい件がある。若頭に、俺叱られますよ。すき焼きで春菊忘れるなんてヤクザ失格です。百瀬、春菊の件はいいから時お兄さんに連絡だ。うちの組の門を語ってる困ったさんがいる。そいつが近隣に迷惑かけてるぞ。百瀬は野崎のことを知ると、真っ先に俺の実家に連絡をした。取り押さえられた野崎が震えている間に、兄の時男が徒歩でやってきた。おい、ゆうた。春菊、お袋に言われて持ってきたぞ。で、うちの組の名を語ったやつはどこだ？ありがとう。時お兄さん、あの百瀬が押さえてるのが野崎ってチンピラ。課長、砂原くん、兄の時男です。ヤクザの若頭です。はじめまして、ゆうたの兄の須磨時男です。いつも弟がお世話になって、すみませんね、こんな騒動になって。いえ、お気になさらず。妻くんからお兄さんのことは伺ってます。二歳違いで仲良しだって。そうなんすよ。弟はおっとりした性格で、ヤクザに向いてなくて。心配だから、百瀬や護衛を自宅に配置してたんです。兄さん、それはいいから、野崎のことよろしく。後輩の砂原くんが、危うく怪我するところだったから。ゆうたの大事な後輩に怪我を。そりゃ見過ごせねえな、野崎とやら。沈められるのと埋められるの、どっちがいい？おすすめは。失礼しました。助けてください。まさか本物のヤクザとは知らず、
命だけは。でもさ、俺と課長にお金を要求して、さらに砂原くんをフルボッコにするって脅かしたよね。犯罪だよ。余罪もあるみたいだし。二度としません。だから助けてくれ。何でもするから。何でもするの？時お兄さん、何でもするって。反省してるなら、沈めると埋めるはなしで。組の名を語って悪さをされると、俺らが迷惑なんだ。うちはアットホームなヤクザ組織で、有給と賞与と健康診断も完備。3ヶ月は契約で、その後は正規構成員。自称ヤクザを名乗る野崎には、またとない有料ヤクザ組織。俺が組織概要を説明すると、兄が野崎を見て、にやりと笑った。今回は、我がヤクザ組織にご応募ありがとうございます。面接1回で採用です。早速研修だ。ゆうた、野崎は連れて行くぞ。わかった。野崎、逃げると海でダイビング機材なしでダイビングすることになるからな。頑張れ。それか、山で熊さんみたいに永眠、間違えた。冬眠みたいな感じになるぞ。うち、一身上の都合により退職には厳しいから。嫌だ。ダイビングも冬眠も嫌だ。ヤクザになりたくない。見逃してくれ。採用後の内定自体はダメなんですよ。どうしてもと言うなら、痛いネイルアートすることになる。ゆうた、ベンチ持ってこい。時お兄さん、どうせなら足の爪もアートすれば。どうせ爪は再生するから、痛くても平気だよ。ヤクザ組織に入るか、非常に激痛が伴うネイルアートをされるかの二択で、野崎はブルブル震えている。時お兄さん、百瀬がペンチって言ったのにパクチー持ってきた。そろそろすき焼き食べたいから、野崎を連れて行って。百瀬はドジっ子だな。野崎、おいともするぞ。逃げたらペンチでネイルアートより恐ろしい目に遭う。許してくれ。出来心なんだ。ヤクザなんて怖い。助けてくれ。生きてたくせに泣き虫だな。お前が泣いてると、ユータが課長さんや砂原くんとすき焼きが食えない。いい加減に行くぞ。手下に命じて、泣いている野崎を連行させると、兄の時雄は笑顔で言った。ユータ、野崎はこっぴどくお仕置きしとくからな。すみませんね、課長さん、砂原くん。ゆっくりしていってください。兄の時代は軽く手を振ると、手下を引き連れて帰っていった。遠くから野崎の泣き叫ぶ声が聞こえてくる。課長、砂原くん、お腹空きましたよね。百瀬、すき焼きの用意を頼む。酒も用意してくれ。承知しました。若、こちらにご用意します。ありがとう。じゃあ、遅くなりましたが、ビールで乾杯を。百瀬が用意していたビールを継ごうとしたら、黙っていた砂原が口を開いた。すまさん、助けてくれてありがとうございます。野崎って人に絡まれた時は怖かった。ごめん。元はといえば、俺の実家が関わってるから、巻き込む形になった。ご実家はヤクザだったのか。商売をしていると聞いていたから。俺は次男で、兄が言った通り、ヤクザには向いてなくて、普通に就職したんです。親父も兄も許してくれた。もしかして、昇進を辞退したり、目立たないようにしてたのは、実家のことがあるからですか？それもあるかな。下手に目立つと、実家の家業がバレる。うちは大して悪いことはしてないけど、非合法組織ってことは変わらない。野崎みたいに、自称する奴が出るってことは、影響力があるってことか。
野崎は耐えられるかな。兄は卑怯な真似をする奴が大嫌いです。多分最初のうちは厳しいでしょうね。具体的に野崎には何が待っているんですか？知ってもためにならないから秘密。野崎が逃げないことを祈るよ。逃げたら本当に命の保証はできない。俺の言葉に課長と砂原が息を呑むと、百瀬がすき焼き鍋を持って入ってきた。はいはい、たくさん食べてくださいね。俺ドジっ子ですが料理は好きで、若のお弁当は毎日作ってます。あの豪華なお弁当は百瀬さんが。はい、俺元料理人です。いろいろあって若の親父に採用してもらって、二丁拳銃もできるんですよ。お前の二丁拳銃をお見舞いされたら野崎は終わってたな。本当は門のとこでバキュンって野崎を撃とうとしたんですが、住宅街で発砲すると近所迷惑ですから。野崎は今頃二丁拳銃より恐ろしい思いをしてる。茶化は一発で終わりだけど、時お兄さんのネイルアートはすごく痛いから。あれマジでやばいっすよね。麻酔なしで親知らずを抜くレベルの激痛。百瀬、課長と砂原くんが青ざめてるからこの話題はやめよう。ほら砂原くん、お肉どんどん食べて。この話題の後に進められても味がしません。スマさん、僕のこともペンチでネイルアートしたいとか思ってたでしょう。誤解だよ。ヤクザの息子でも単に言うことを聞かない後輩にそんな真似はしない。砂原くんがヤクザだったら話は別だけど。軽い冗談だったが、砂原はゾッとしたように震え上がった。課長はビールを飲み干すと静かに言った。今夜のことは絶対に口外しない。スマは野崎から砂原を助けただけだ。そして家ですき焼きをご馳走してくれた。ありがとうございます。大事になると厄介でした。俺は会社で働いていたいですから。俺も誰にも言いません。でも、スマさんに聞きたいことがあります。何かな？仕事のこと。違います。スマさんは実家のことをごまかして会社員をしている。そうまでして、なんで会社員を続けてるんですか？最初に言ったよ。俺はヤクザには向いてない。せいぜい野崎みたいなチンピラを黙らせるくらいしかできないんだ。このままずっとごまかして普通の会社員として生きるんですか？昇進もしない。後輩にも見下される。悔しいとかないですか？おい、人の生き方にあれこれ言うな。スマが自分で選んだ道だぞ。砂原の価値観で測れない。課長に諌められて砂原は黙った。締めのうどんの用意をしていた百瀬が穏やかな声で言ったのだ。砂原さんは単に謝りたいだけじゃないですか。俺にも弟がいましたが生意気で、喧嘩すると俺が怒ってないか聞いてくるんです。百瀬の言葉に砂原はうつむくとぽつりとつぶやいた。すまさん、丁寧に指導してくれてたのに反発してすみません。今回の騒ぎは絶対に言わないのでやめないですよね？やめないよ。砂原くんの指導を放り出すわけにもいかないし。俺の返事を聞いて課長と砂原はほっとしたようだった。野崎のせいでヤクザの息子だとバレてしまったが、変わらずに仕事をしている。野崎が逃走したか。おとなしく時お兄さんの元にいればよかったのに。ここいらでヤクザだって自称して金品をパクってたのは借金のせいらしいです。若頭の話じゃ別の組の名前も出してた。百瀬の説明では野崎は逃げたのではなくて別のヤクザ組織に連れ去られた確率が高い。自業自得だが厄介なことになった。よその組織に捕まったら明日はないな。時お兄さんでも下手に手出しはできない。
うかつに野崎を助けたら抗争になりますからね。そうすると近所の人が危ないです。野崎は見捨てるしかないって聞きました。時お兄さん、気分的に複雑だろうな。理由はどうあれ、野崎を引き入れた手前、若頭は怖いけど面倒見がいいですからね。責任を感じるかもです。そんなことを百瀬と喋っていたら、兄の時男が訪ねてきた。浮かない顔をしているので、何があったかすぐにわかる。野崎が消えちまった。うちより凶悪なヤクザの子分だって過去に吹聴して金を脅かして取っていたらしい。そうなんだ。時男兄さんが気に病むこともない。野崎は自業自得だ。野崎が原因で別の組とドンパチなんて得策じゃないよ。親父にも同じことを言われた。悪いのは野崎だが、どうにも気分がすっきりしない。どのみち、ヤクザの名を持ち出すと悲惨な思いをする。それに気づかなかった野崎が愚かなんだよ。でもな、ユータ。野崎は24歳だ。お前の後輩の砂原って坊やと同年代だ。制裁を受けて人生の幕を閉じるには若すぎる。時お兄さん、そんなこと気にしてると若頭は甘いって言われるよ。野崎は最初からいなかったと割り切って忘れなよ。ユータは本当に親父に似ているな。親父に期待されたのは長男の俺じゃなくてお前だった。弟をヤクザにしたくなくて、兄さんは親父の後を継いだもんね。本当にヤクザに向いてないのは兄さんなのに。ユータは勉強もできたし、いい大学にも合格した。ヤクザじゃない世界で生きてほしかった。俺の勝手な自己満足だ。そうやって周りを気にかけるから、野崎が消えた程度でへこむんだよ。そうだな。40になっても若いのが消えちまうと落ち込んじまう。まだまだ若頭なんて言われねえな。時お兄さんは疲れた顔をして実家に帰っていった。ヤクザとしてを考えると、兄は冷徹さが皆無だ。あれでは肝心な時に対処できない。野崎なんて気まぐれに拾ったチンピラ、消えたのも自業自得。時お兄さんにとっては消えても問題ないのに。若、もしも篠原さんが同じような悲惨な末路になっても同じことが言えますか？消えても何も思わないですか？野崎と篠原くんだと立場が違う。一般人を引き合いに出すな。多少生意気な子供だが、野崎ほど愚か者じゃない。俺は若頭の気持ちがわかります。弟が亡くなった原因は俺ですから。ヤクザの弟だってバレて会社をクビになった。23歳だった。別に百瀬の責任じゃない。そんなこと何年も悩んでも無意味だ。弟が蘇ることもない。確かに俺だけの責任じゃない。でもたった一人の弟が23歳でいなくなった。忘れることはできませんよ。百瀬はそれだけ言うと、大根を買い忘れたと言って出て行った。俺は兄の優しさでヤクザとは違う世界で生きていけた。38歳まで。野崎がどんな末路でも心底どうでもいい、そういう運命だったんだ。人の命なんてヤクザの世界では綿より軽い。それからも野崎が発見されることはなかった。おそらくこれからも発見はされない。そんな中で俺はある決断をした。退職をする。どうして？ご実家で何かあったのか？何かってほどでもないです。家業を兄と盛り立てたいと思いまして、そろそろ潮時です。そのお兄さんだけでは家が成り立たないのか。妻には変わらずに働いてほしいが。そう言っていただけると嬉しいです。
でも決意は変わりません。わかったよ。こちらとしてはやめてほしくないが、スマが決めたなら反対できない。課長は深く息を吐きながら、俺の退職届を見つめていた。お辞儀をして部署を出ると、砂原が追いかけてきた。スマさん、本当に辞めるんですか？どうして、辞めないって前に言ったのに。こちらも事情があってね。砂原くんも仕事を覚えたし、ここらが辞め時だって思った。辞めたら、お兄さんと同じ仕事をするんですか？そんなのスマさんに向いてないです。子供がごねるように、引き止める砂原を見て、俺は笑顔で、今まで言わなかった事情を告げた。兄が体調を崩してね。原因は心労なんだけど、無理して親の後を継いだから。弟なら、兄を助けたいんだ。何ですかそれ。そこまでしてヤクザを続けるとかおかしいです。スマさんだって危険ですよ。大声出さないで。心配してくれるのはありがたいけど。元はといえば、兄と俺が逆の立場になればよかったんだ。やめたらもう会えないですか？スマさんの家に遊びに行くのもダメですか？絶対にダメだ。野崎の件で反省した。砂原くん、ヤクザと親しいってことは危険なことだ。それくらいはわかるだろう。砂原は理解したのか小さくうなずいた。生意気で子供っぽい後輩だったが、彼の身の安全を考えると、厳しく言い聞かせる必要がある。せっかくヤクザとは無縁の環境で暮らせるんだ。その幸運を無駄にしないで生きてくれ。はい。でも約束してください。絶対に無事でいてください。あと、辞める前に、百瀬さんの作ったお弁当が食べたいです。わかった。退職する日に、課長と三人で食べよう。職場を去る日が、三人でお弁当を食べる最初で最後の日になる。寂しそうな砂原の顔を見て、やっと悟った。時お兄さんや、百瀬が弟を気にかけたように、俺も砂原を弟のように思っていた。生意気な弟だったけど、決して嫌いではなかった。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。